はい、というわけで、うん、はい、今回はですね、後藤さんが愛用してる文具ってどんなのっていうところをちょっと伺いたいなと思います。なんですけども、なるほど、実はまあ前回ね、タスク管理のお話っていうのをさせていただいたときに、はい、まあ、何に書くのってノートにっていうふうにおっしゃってたので、うん、やっぱり後藤さんのことだからきっとこうノートだったりペンだったりとか、うん、そういう文具にもきっとこだわりがあるんじゃないかと、うんうん、で結構その辺真似したいっていう方もねいらっしゃったりすると思うので、ね、うんうん、結構この文具気になってる方多いですよね、うん、何使ってるとかって、うん、ね、うん、なるほどね。まあなので、ね、せっかくなので、はい、まあ、あの愛用のものが終わりとのことなので、はい、ぜひ教えていただきたいなと思います。はい、はい、今回は3つぐらいご紹介いただけるということなんですが、そうですね、まず最初にどれからいきましょう。まずこの筆箱ですね。これはね、絶妙にダサいという、こうデルフォニックスっていうやつで、ね、おー、うん、どこで買ったんでしたっけ。これはね、スタヤの文具コーナーで、まずスタヤに文具コーナーあるんだからね、うん、スタートするんですけど、800円くらいの、あ、思って高いですね、このデルフォニックス、うん、今知ったんですけど、うんうんうん、まあ、これにね、これはなんでこんな色にしたかっていうと、そう、うん、僕新幹線、ね、うん、昔よく新幹線に乗ってこう移動してて、うん、新幹線の指定席って青いじゃないですか、シートが、ね、うん、のぞみとか、うん、で僕前ペンケースを紺色にしてた、うんうん、で多分新幹線の指定席のこう座席に置きっぱなしで忘れて帰っちゃったんですよ、うん、その中にお気に入りの万年筆が入ってて、うん、ありますよね、そういうのね、うわと思って、わかる、私も、まあ、ラミーっていうメーカーの、万年筆で、まあ、そんないいやつじゃないですけど、お気に入りで使ってた万年筆がごとなくしてしまって、うん、うわと思って、うん、二度となくすまいと思って、うん、もう絶対にこのどんなシートとも被らないこの末期機能のペンケースにしたわけですね、うん、まあ、全然なくならないですもん、そういう、まあ、思い入れのあるペンケース、うん、誰にも取られないですこれはも もうダサすぎて欲しい、もう盗まれ、 何が入ってるかっていうね、うん、高級なペンなんて入ってなさそう感がするんですけど、そうですね、うん、そうなんですよ、はい、まあ、っていうのもあって、まあ、これに入れてて、で、まあ、万年筆もいいやつがあったんですけど、うん、もうなくしちゃったから、うん、懲りて今やボールペンですよ。ボールペン、ボールペンもいろいろとこだわりはありますよね。あるんですけど、本当は、あ、そう、モンブランのペンもその中に入ったんですよ、前の。そう、それなくしたことある。5万円ぐらいするやつって、あれごとなくしてうわってなって、もうなんかいいペンはしばらくやめとこうって、結局色々入れる前に結局ペンはいいの買ってないんですよ、あれからは、うん、今度なんかまたいいの買いたいなと思うんですけど、うん、まあ、今のところまあ、うん、そうそう、もう全然これで間に合ってるっていうのもなんですけど、うん、それは何ですか。これはエナージェルっていう、うん、いや、ペンテルかな、ペンテルのエナージェルユーロっていう、うん、エナージェルユーロの 0.5 ミリですね。見ますかね、エナージェルユーロ。ピント合いましたかね。合いましたね。はい、エナージェルユーロね、はい。これのブルーを使ってます、僕、メインの。あ、いろいろあるんですよね、色自体は。色はブルーと黒と赤かな、うん、がありますね。なぜ青？まあ、単純に青が好きっていうところだけなんですけど、あとはその本当は紺碧っていう色が好きで、紺碧、万年筆 のインクであるんですよ、紺碧っていう色が、そのちょっと淡いブルーみたいな感じですけど、それが本当は好きなんですけど、ちょっとこれ僕の中でちょっと濃いめのブルーなんですけど、もともと使った万年筆のインクが紺碧だったんで、まあそれに近く、まあ、青がいいなと思ってこのボールペンにしたんですが、これエナージェルってノック式とキャップ式があるの、ありますね、うん、ノック式あんま好きじゃなくてちょっと重たいっていうのと、うん、もとがちょっと太いんですよね、うん、だからこのキャップ式のこの細さがちょうどよくて、でこれをこう持つと、まあ、ちょうど僕は書きやすいんですよ。なるほど、重さとか、うん、でエナージェルって結構スラスラ書けるんで、インクのでもいいんで、ちょっと高いんです、普通のペンより。これ1本250円ぐらいするんで、そのボールペン100円とかで買えると思うんですけど、ちょっと高めなんですけど、これを、0.5 ミリをブルーと赤で何本かずつ入ってますね、常に。強調したいときは赤使いますし、普段はブルーを使います、うん、ブルーがめっちゃ入ってますよね。だいたい後藤さん、うん、本当にホワイトボードに使うやつも青、鬼のように使いますからね。そう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 、青なんですよ、うん、で最近なんか風水の人になんかブルーはここから押していきますよって言われて赤を使ってくださいって言われて
どうしようかみたいな。使いにくいから頭ばっかりもね。めっちゃ目チカチカするみたいな感じで、まあそんな感じでこのこれがエナージェル、エナージェルユーロ、これがメインです。いいですねこれね。で、あとは普通にもうちょっと太い字書きたいとか普通のサインペンです、これ。マッキーね。マッキーね。普通のマッキーですね。普通のやつね。で、そのまあサイン、あの書類書くときとかの普通の黒のボールペンですね。まあこれは。そう、これ書きやすいんですよ。これ書きやすいですよね。もうすごい普通のやつですよ。そう、いや、ボールペンも変なの買ったらもうすぐなんかカスって消えたりするから、それがないんですよね。これはいいです。いいですね。いいです。爪切り、爪切り、なぜか爪切りと、毛抜きでしょ、ぐらいですかね。でもエナージェルがやっぱり、なんだか受講生さんもエナージェル経験を持ち出しますね。結構持ってますね。ぜひエナージェルは、あの使いやすいから。そうそうそう、なんかでもこれがいいとかっていうよりかは、多分文房具って普段触るものなんで、やっぱモチベーションが上がるものを使った方がいいと思います。なんかこういいペン買ってもいいですもんね。そう、いいペン買うといいタスク書けるんですよ。気のせいかもしれないですけど。気のせいでしょ。なんかでも気持ちの問題って大事ですよね。そう、この範囲で幸せを得るって大事ですよね。そうそうそう。毎日やることなんでタスクっていうのは、やっぱ毎日ちょっとでも自分のこうモチベーションを上げるような道具を使うっていうのは工夫としていいと思います。なんでこのボールペンを使って、このタスクを書くんですけど、このノート。これはね、これはこだわりですもんね。北洋のね、ソフトリングってこれ、ね、針金じゃないんですよね、柔らかい。これ珍しいですよ、普通針金のなんかグニってなるやつ。そうそうそう、これね、リュックとかカバンに入れて針金のやつって何かに引っかかるとビーってなるでしょ。ビーってなる。ビーってなったらノートのこの端っこの方がこうなんかベロ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 ってなるでしょ。でムカつくっていう。そう、あと指とかもなんか変ななんか痛いとかあるんですよね。そうあるんですよ、引っかいたりするんで、それがないっていうのと表紙、これがまさかのプラスチック製ですよ。あ、へえ、あ、本当だ、紙じゃない。ぜひぜひ見せましょう。黒もかっこいいですね。なんかいろんな色あるのかな。黒かな、黒だけかな。これは黒だけですね。このかっこいいな、これ。ちょっと量多いんですね。ノート紙多めですね。70枚。うん。5ミリ方が70枚。400円ぐらいするんでしたっけ？これは。あ、します、します、します。これしますよね。でもこれすごいいいですよね。これプラスいいよね。まあこういう黒のやつが結構好きで、前はニーモシネ使ったんですよ。ニーモシネ。あのね、ニーモシネは、あれ、なんか高いノートで表紙のオレンジ色になるじゃないですか。あります、あります。ライフ。ライフじゃない。ライフじゃない。レディオちゃう。なんかあるんですね。ここオレンジ色のやつね。あれと同じぐらい高いやつで、一冊1200円とか1700円とかするやつで、それはね、あの厚紙と、どっちもやっぱ厚紙でできてて、やっぱこう折れるとダサい。ちょっとやっぱりなんかこうだらしなさが出るでしょ。わかる。折れ曲がると。あれ嫌なの。そうそう。だから僕キャンパスノートが絶対使わないですけど、ああいうなんか。だからできるだけいいノートっていうので、これはもともと使ってたニーモシネに等しいぐらい紙の質が結構分厚めでツルツル、分厚めで結構いい感じにツルツル感があって、紙も薄っぺらくないんですよ。そうそう、紙の意外と厚さって大事ですもんね。ちょっとそう、しっかりしてるから履いても裏に映んないからすごくおすすめで、僕は方眼を使ってます。方眼、まあ、タスク書くときなんかこうできるだけこう綺麗に書きたいんで僕、それで、まあ、方眼ということで割と気に入って使ってます。まあ、写経してた頃から方眼使ったんで、やっぱ方眼にはすごい愛着があるのでこれ使ってます。でここに毎日タスクをこんな感じで書いてますね。まあ、ちゃんと全部線入ってる。ちゃんと終わらしてから入ってない日も結構あるんです。入んなかったら矢印つけて次の日も。あ、なるほどね。これでもすごい、これ本当だからタスクだけ用のメモとか取らないタスクだけみたいな。あ、タスクで、いや前はメモ用で、あのライフのノート、ライフの無地のノート、表紙がオレンジのやつを使ってて、それも結構1000円以上するんですけど、それ使っててよかったんですけど、あの出張が多くて重たいんですよね。ノートに2冊入れるって結構重たくなるんで、最近はもうあのこの左からはタスクを書いていく、で右からメモ用にしてます。あ、なるほど。あ、こっち側だったんだ。そう、だからコンサルとかするときもこっちから開いてやっていく、日々のタスクもこっちから書いてやっていく、って感じなんで、なんかこの1冊にその時期の自分が全部詰まってる感じがあるんで。いいですね。捨てたくないですね、じゃあ終わっても。あ、そう、だから全部置いてます。置いてるんだ。さすがです。これはまあ自分流でそうなっただけですね。もともとやっぱ2冊あって、2冊できたら2冊に分けたいけど、まあ身軽にしたいんで今こうしてるって感じですね。
のページも70枚あるから、うん、これは結構持ちますよ。汎用性高いですよね。そう、裏表でいくんで、うん、タスクだけだったら普通に、3ヶ月以上持ちますから ね、うんうん、ぜひぜひおすすめです。これすごいかっこいいし、いいです ね、うん、ね、OK、はい、これが、ね、2つ目の文房具2つ目ですね、はい、文房具2つ目、もう一個、まあ、文房具というか、まあ、ほんとノートとペン、これだけ、まあ、タスクでしょ、うん、あとはこういう、まあ、クリアファイルで持ってるんですけど、うん、まあ、これで一番僕が常に見てるのがこれですね、うん、これね、めっちゃいいですよ。これ今年からやり始めてすごい良くて、カレンダー、カレンダーです。カレンダー、これ普通にこれね、置く用というか、貼る用ですね。そう、引っ掛けるやつです ね、うん、このサイズ、これクリアファイルに入るサイズ、ね、A4 サイズ、うん、で、このカレンダーでメモできるスペースがあるカレンダーね、ーこれ1枚ずつ1ヶ月ごとになってますけど、これで年間スケジュール書いてます。何月何日が何々の案件の広告スタートとか、何月何日がこの案件の説明会スタートとかって書いていくと、毎日これパラパラと見たら、あ、来月これあるからそろそろやっとかないとっていう風にタスク漏れというか、うん、超大タスクの抜けがほぼなくなる。あ、しまった、これだいぶ着手遅れてしまったってことが あんまなくなります。これはこれそうですよ。だって多分後藤さん基本スケジュール管理、私あの手帳で管理してるんですけど、うん、後藤さん あの要は Google の、うん、あ、そう、 Google カレンダーカレンダーでやってるけど、うん、それだと確かにそんなに先とかバーッと見ないからあれだけど、うん、これだと、うん、そっか、パラパラっと見るだけで、パラッと Google のカレンダーはね、やっぱ結構先が見づらいところがあるので、うん、で、あと僕コンサルの予約とかが全部 Google カレンダー入ってるんで、 Google カレンダーもめちゃくちゃいっぱい入ってる。そうそう、あのなんかうようよしてますもんね。もうぎっしりあるから、うん、あの重要タスクがもう分かんないんですよね。だからもう大事なものだけこっちに置き換えて、もうあの もうやらざるを得ないタスクはもう Google カレンダーに全部入ってるっていう感じ、うん、ミーティングとかそういうやつは、まあ、大タスクはここにポンと入ってて、そう、まあ、小タスクじゃないけど、そういうのが予定みたいなのが Google カレンダーでっていう、うんうん、そうですね、これでもいいですね。これいいと思います。本当、まあ、何でもよければ100均とかでもこういうの売ってますもんね。あると思いますよ、うんうん、そう、だからこれを、タスク書く前にパラパラっと見るんですよ、うん、あ、そっか、もう来月これだからと思ってちょっとタスクちょっと準備しないとなと思って足していく。これはいい。なんでこれめっちゃおすすめです、うんうん、これ今年から始めたんですけどめっちゃいいですよ。抜けがでも、うん、そうなくなっていいですよね、うん、やっぱりそうそうそう、意外と先だ先だと、うわ、もうあるやんっていうのが結構あったりすると思うので、そうそうそう、うん、まあ、ただちょっと、まあ、最初駆け出しのライターとかは、うん、あんまそんな先のスケジュールって見えないんで、なんかこう大きいクライアントでなんか年間通してプロジェクトがあるとか、うんうん、そういう人とか、あとは自分でなんか講座とかやってて、うん、なんか半年に1回プロモーションするとかであれば、まあ、3ヶ月前ぐらいから準備するっていうので、うん、こういうのがすごく生きてくるかなと思うんで、そうですね、逆算ができるんだし、ですね、いいですね、めっちゃおすすめです。なるほどなるほど。これはもう絶対普段から持ってますね、うん、この辺りは、まあ、本当に後藤さんを支えている文具たちみたいな感じのイメージですかね、うん、そうですね、うんうん、OK です、ありがとうございます、はい、はあ、いいですね、まあ、本当に取りやすいものとか、うん、なんかね、ノートとかペンとかに関してはすぐ買える、アマゾンもすぐ買えちゃうので、うんうん、ぜひあの興味がある方手にしてもらって、うん、これが後藤さんがペンかとか、ね、さんまあ、そういう感覚やっていうのとかね、まあね、まあ、でも本当家を使ってないんでね、全然どこでも買えるものしか使ってないですから、本当これとこれとこれとパソコンしか持ってないですよ、普段から持って歩くの。そんなになんか確かにね、かっこいいツールとか道具とか持ってないし、お金のかかんないものばっかなんで、ね、うん、でも気に入ったものを使うだったり、やっぱりその成果が上がっている方のものを使う、結構気もいいですからね、うん、あ、まあまあ、自分のご機嫌を取りながら仕事してもらって絶対大事だと思うのでですね、うん、本当気持ちを上げるために好きなのを選んでもらえたらいいかなと思います、はい、思います、はい、というわけで今回はこの後藤さん愛用の文具について、ね、3つ教えていただきました、うん、はい、ぜひ、ね、ご参考になさってください、はいはい、ではまた次回の動画もお楽しみください、はい、さよなら。